神保氏は、本姓は、これ宗屋村で、上野国田五郡新華郷、神保湯が、名字発祥の地という。家紋は、縦に飲料。越中国の越中神保氏が有名。神保氏は、室町幕府官僚畠山氏の鎌倉以来の、譜代家臣で、畠山氏の両国越中、能登、紀伊などの守護代を務め、越中国社水軍北条津に本拠を構えた。応仁の乱では、東軍、畠山正長の腹心として、神保長成が活躍、明王の政変で幽閉された、将軍、足利義胤を救出し、北条津官に迎えるなど最盛期を迎えたが、長誠の後継者喜び衆は、主家畠山氏からの独立を目指し、一向一揆と手を結んで、長尾義景を討つなどの行動をとったために、主君、畠山久信の怒りを買い、長尾、畠山連合軍による討伐を受け、永正17年、新城の戦いで義景の子、長尾為景の軍に敗れて敗走中に、喜び衆が自陣し、壊滅状態となった。しかし天文期になり、喜び衆の維持と見られる。朝食が新川軍に富山城を築いて神保氏を再興し、新川軍守護代の椎名氏との抗争を経て、越中一国を席巻する勢いとなったが、椎名氏の援軍要請を受けた上杉謙信に敗北し、上杉氏に従属する。しかしやがて、武田、一向宗派と上杉派に家中が分裂し、内紛状態となって衰退し、家中の実権は、親上杉派の家老小島職賃に握られた。朝食の嫡子長住は武田派であったと見られ、越中を出奔して京に上り織田信長に仕え、越中帰還の機会を待った。やがて天正6年3月13日に、越後で上杉謙信が急死すると、信長は長住に兵を与えて、越中へ侵攻させ、長住は富山城に入城して、神保氏の実権を取り戻した。しかし、天正10年3月、小島職賃らが、甲野国の武田勝頼の流した巨砲を受けて、一揆を起こし、長住は、富山城を奪われ幽閉された。織田勢により富山城は奪還されたが、信長はこれに怒って、長住を越中から追放し、越中守護代神保氏は滅びた。金を拠点とした一族の神保正成は、徳川方として、大阪の陣に参戦した。しかし夏の陣で敗れ、味方である伊達政宗の軍勢に向かって崩れかかったが、かえって火縄銃で攻撃されて、相茂をはじめ多くの神保勢は壊滅した。所流の神保縛りの家系は、笹成政、徳川家康に仕えて、旗本となった。会津阪神神保氏も越中神保氏の出自と伝わる。また、長誠から分かれた紀伊神保氏も、豊臣氏、徳川氏に仕えて、旗本として生き残っている。日本最大の商店街として知られる、東京の神保町の地名は、元禄年間に、旗本の神保長春が屋敷を構え、屋敷に面した道路が、神保工事と呼ばれたことに由来する。この神保長春は、寛政十州諸家譜によれば、越中神保氏の流れを組むが、神保縛りの系統とは別系統である。国久警告死刑その他一問諸説あって、確定できず、諸説を載せる。長誠。喜び衆長茂。朝食。長住長城。縛り。縛り。宇治則市長。宇治勝信。茂姓以前に10代あるが、系図消失で不詳と伝える。茂姓。則重。重勝。茂忠。俊茂、愛茂、茂秋、元重、板倉柔道、神保茂栄内藤忠旧、茂清、茂積。ありがとうございます。